インターネットをご覧の皆様、こんにちは。おっさんですが、ヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。チャッチャ。よろしくお願いします。ね、チャッチャとやりましょうよね。そうそう、僕もね、ちょっとね、ケツがあるんです。僕もケツが。僕もね、ちょっと忙しいんですよ。お前、じゃあ、早よやろう、早よ。お、わし映画やぞ、お前な。お映画の撮影があるのやぞ、こっちはな。俳優業が忙しいんですから、ほんと。ギャラっておいくらぐらい？知らんよ。くれるともくれないとも聞いてないですよ。呼ばれたから行くだけですよ、のこのこと。パチンコ屋さんの店員で、セリフもあるって聞いてますよ。すごいな。台本とかもういただいてるんですか？なんかちょんって見た一言だけのやつ。どんなコメント？え、なんかお前も頑張れよみたいな。わし、ジミーちゃんみたいな、か、みたいな。やってるやってるみたいな、そんなやつです。一言簡単な、うん、そんなこんなでチャッチャとやっていきましょう。今日は裏ワイドでございます。よろしくお願いいたします。日食島田さん、 B リングのことでお怒りのご様子。なんなんそのタイトルな。てー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 。いや、なんかは、おうおうおう、やってください。てー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 。知ってますよ、見ました、ツイッター。ツイッターだけ見てて、ちょっとツイッターで2つ、2発なんか連日かなり怒っておられるのは知ってて、富士商事の代に対してのことですよね、はい、詳しくは知らないんです、はい、リングの表記のことですか、はい、これは。そうですね、要は、うん、右打ち中は10ラウンドオール1500発みたいな、はい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 、表記なんですけれど、うん、蓋を開けてみたら、うん、チージタンのリセットがあって、うん、まあ、死に戻り的なやつ、そう、うん、そういうのがあって、77% やないかいと、あってことなんですよ。 23% は出玉なしみたいのがあるんですけど、うんうんうん、それがなんか米印ですごくちっちゃく書かれてて、うん、こんなんはありなんかみたいな感じでめちゃくちゃ怒っていまして、はあはあ、要は、はい、当たったら全部1500ですよ、それは間違いないんです、全ての当たりがみたいな勘違いさせてるっていうのがどうなんだっていう、そういうことですね。これは概ねやっぱ日直島さんが言ってることが正しいと思いますよ、はい、その論としては、論としては、ね、うんうん、思いますけど、うん、そもそも僕はあのメーカーが言ってることが 100% 全部正しいとは思ってなくて、はいはい、なんでかっていうと過去にも、うん、まあ、似たようなちょっとしたごまかしじゃないし、うんうん、台の性能を、うん、まあ、盛るっつうんですか、はいはいはい、そのまあ完全な嘘ではないけど、うん、完全に本当でもないよねみたいなケースは、うんうん、たくさんあったんですよ、うんうん、例えばどっかあの雑誌の解析がね、うん、あれね5号機のまあ結構ヒットした機種、機種名伏せますけど、はいはい、言ってたあの割数が2%ぐらい違ってたとか、実際開けてみたらね、もう今開けて吸って検証することもできないんですけど、うんうん、今やね、うん、昔はそういうこともあったりとか、うん、まあまあするもんなんですよ。例えばだからシュミレート値で割数を算出するときにも、うん、メーカーによって算出方法って違ったりするっていう話は聞いたことがあって、例えばあるメーカーだとちゃんと13時間14時間で営業を切ってゼロからやって、そこでやった時の設定1の数値っていうのがあるんですけど、あるメーカーではそんなの営業時間を加味せずに、ただ台だけをずっと打ち続けてきた結果の割がその 98% になりますよとかって言って、若干有利になったりするじゃない、天井行ったりもするし、そこからの盛り返しもあったりするから、まあそんなのもなんか普通にその数値を言って実際違うじゃんみたいな、うん、メーカーによってその割り数の出し方違ってたりするし、まあ、この今回の問題とはちょっと違いますけどね、うんうん、パチンコ場にするとやっぱね、要はね水商売的なところもたくさんあるわけなんですよ、うん、お店が出ます出します取らせますって言って、うん、それまあ嘘じゃんっていうさ、うんうんうん、悪いけど今ね6割7割はまあ負けるわけですから、はいはい、下手したらもっとかな、うん、分かんないけど店だってそんなこと言ったりするし、うん、メーカーもまあちょっとのしたりすることはある、うんうんうん、なんでまあここまで目くじらまあなあっていう、ね、こんな怒るっていうとこもあったりもちょっとする。だけど僕が今までもうキャーって怒ってきたのは、うん、攻略法があるのにないって言ったりとか、もう全て大のことについて、うんうん、これこれこういう言い方をしなさいみたいな、うんうん、それ以外認めませんチェックもしますみたいな、うん、なんじゃそれみたいな、うん、みたいなことには僕も怒ってきて、うん、ね、今回の藤翔さんのやり方ね、うん、ちょっと水丸くんいますけどまあまあ、うん、っていう話、確変率をねごまかしてみたみたいな話も
あの場合によってあったりもするんでね、うん、昔のケースですけど、うん、だからまあメーカーって結構栄養に言うもんやでっていう頭が僕はあったから、確かに、まあ、これ聞いてもまあその程度の感じなんやなって、うん、別に日直島田さんが間違ってるとか、うん、こんな怒ることないでっていうつもりもないで、うんうん、だからまあそういうちょっと引いた感じ、うんうん、で富士商事もそれは確かにやりすぎっていうか、うん、ちっちゃい字で書いてあるやんも、うん、ちょっとせこいじゃんって、うん、まあ大の本当の性能で勝負してほしいなみたいな、うん、ところもあったりはするんですけど、うんうんうん、でまあ確変率とかそのあれね、だって 82% と 80% で台打ったり打たんかったりするっていう、確かに、ね、どっちかっていうと個人の印象じゃない、そうだね、いい思いしてたら、うん、薄いとこでもまあやれんじゃんみたいなことに簡単になったりするし、うんうん、ここだったらね、うん、っていうことではあるんですよね、まあ、確かに、うん、まあ、でも言うて最近そういうやり方多いですよね、うん、そのトータル継続率 81% 2% って言ってて、まあ、実際の ST は70何%、うん、ただその次回濃厚のを含めると80何パーみたいな、だからリゼロとかでも70約 80% とかさ、まあリゼロは言ってないか、まあそんな言い方してさ言ってるのもまあ多いから、確かに、まあ確率ふんわり詐欺っていうかね、なんかまあそんなんはありますよ、まあね、この人は間違ったことは大嫌いみたいな、うん、ベトナムはええんやみたいなね、あ？島田さんに関してはね、お島田さんはベトナム行ってるくせにみたいな、ベトナム問題またね、僕はねややこしいことになるんですよ。でまあおう俺ベトナムが全部ダメとは言わないけど、今後まあやっていく中でベトナム行くのはあんまり皆さんいい顔してないし、うん、お立場もよくわかるしっていうので、うちはやらないっていう感じ、メーカー様に対して失礼とか思わないんですかとか書いてるからね、ベトナム行ってる人が、うん、メーカー様に対してとか笑っちゃう、 お前らなんお前らが嫌いなんか日直島だ、笑っちゃうなって、まあ、ユーモアなんですかねこれ、彼なんいや、お前どんどん悪い方向に行ってるぞお前、それな、分からんけどなあ、違うんです、僕がそれ聞いた時に、うん、ああまあやるよねそれぐらいっていう僕は感じだったんで、嘘じゃないしね、うん、で良くはないですよ、もちろんちゃんと表記した方がいいには決まってるんですけど、だけどあれですよ、だいたいホールさんのやつにはちゃんと書いてあるんですよ、上に円グラフとかあるじゃない、うん、ラッシュのやつの、うん、23% は死に戻りみたいな感じで書いてあって、はいはい、多分あの PV とか営業資料っぽいやつにオール1500ですみたいな、うん、だとしたらそれはもう完全富士商事の話になってくるし、そうそうそう、でもそれで言ったらですよ、うん、例えば、うん、大当たり確率自体当たりやすいやつあるじゃん、うんうん、例えばアズールレーンとかさ、うん、あれ何分の1やったっけ、50分の1か49分の1とかが、うん、で本当は700分の1だった、いや本当本当本当、実質確率はっていう、うん、実質大当たり確率はみたいな、うん、あれもまあ確率詐欺と言えなかないんですよ、うんうん、それで言ったら前の X ファイル あれも25分の1そうだ、ね、とかさ、うんうん、で通すのが10何分の1とかだったから、ね、実質は全然違うけど、大の表記としてはそれあったよ、ね、25分の1とか言ってアマデジコーナーに置いてあったり、そうスーパーロボット対戦もそう、ね、こんなんちゃうやもとかくさって言ってさ319より悪いわみたいなやつもあったりもするから、うん、そういうの見てるじゃないこっちは普段から、はいはい、だから普通にね、だからまああやってんなぐらいな感じではあったんですけど、まあまあだからそういう温度差の違いはちょっとあるけど、うん、一直島田さんが言ってることは概ね正しいと思いますよ、確かに確かに、うん、メーカーはねやっぱでもそれはねちゃんとした方がいい、うん、嘘ついて何にもええことないから言えばいいだけやんな、こんなんそうそう、ね、だけどメーカーとしてはちょポテンシャル低いじゃんって思われて、そう、ね、オール1500ぐらいじゃもう打つのを控えられちゃうのが嫌だからちょっと盛った見せ方をしてたっていうだけの話なんで、でも本当の実力は、うん、まあ、そのリングのその台が証明してくれるはずなんで、うんうん、稼働貢献どのぐらいいったかとか、どれぐらいの人がね、うん、夢中になって打ってくれたかって面白そうではある、結構面白いみたいな評判ね、はい、なんか悪くはない、かなりビビるらしいんで、ヤングさん打ちましょうよ、ヤングさんもセンサーが新しいのができて、なんかもうあれ振動がすごいバイブルらしい、大パンしてるぐらいの振動が伝わるらしい、うんうん、俺だから、うん、そのホールのやつで、うんうん、テレビの収録で、うん、深夜実戦罰ゲームで負けたら夜中誰もいない電気を消したホールの中で一人でリングを打つみたいなやらされてめっちゃ怖かったもん、やりましょう、やりましょう、それ面白いじゃん、いやいやっていうね、まあ、いやじゃあもう金かけて打つよ普通に、だったらだったらね、うん、そうです、ね、そうですね、リング僕もね、はい、打ってみたいと思います、はい、谷村仁先生、生涯収支がついに9600万円突破、ええやん
ててて、なあもうええやろなあ、好きやなお前ら、なあこれは嘘ですかね分かんないですけど、これはどっちなんだろうなっていう。谷村先生が、うん、まあ何十年になるか分かりませんけど、はい、9600万書かれたっていう話でしょ生涯収支、これは早すぎるやろお前。だってこの前なんか9000万超えたとかって言ってたのが、はいはいはい、あれだからあのテイツさんのやつの家行ったそうだね、あの頃ですよね、が9000万超えたとかって言って、あれ1年も前じゃないでしょ。1年ぐらい前だとすると、そっから毎月50万買ってて、すごいなあ、漫画描きながらですよ、なあ600万上乗せされてるっていう話ですから、いやもう、いやちょお前らさ、だから本当味しめすぎやねんな。サムネに谷村ひとしで踊ってたら何万か乗るなと思ってて、絶対そうやろうな。毎回乗せてるわけじゃないでしょ。だって乗せとるやろ、なんか分からんけど、味しめちゃってるのはあるはずなんですよ。でもまた大ボラ吹いてと思っている人がいるのは、よく知っているドンキホーテですと書いてありますよ、中にはちゃんと。あー、おうおう、はい、でももうほら1億が間もなくなんで、いやそりゃそうでしょ。そんな時は時間の問題ですよ。下手したらさ、うちの10万人行くよりこっちの1億の方が早いと思うからな。あー、マジか。おう、勝負やな、ね、こっちは。お、勝負お、 こっちリアルにやっとんのやん。そんな向こう申し訳ないけど、さじ加減で言うてますからね。そうかいや、ほんとあのね、あんまりそう、あのね、言いたくもないですよ、言いたくもないですけど、こんなのね、もうホラーですから。そうですね、大ボラですよ、ね、大ボラだと僕は思ってますよ。はいね、もういい、良くないですか。まあまあ、もういいですね。これ以上無理やろ、お前。報告ですよ、はいはいはい、報告があったんで、その報告はうちの見立てでは、はいはい、きっと嘘ですよって、はい、いうことだけをお伝えすればいいと思います。はい、はい、アメリカ人 YouTuber が日本でパチンコをしている動画を公開。これは見ましたよ。見ましたね、お前らに見れって言われて、はいはいはい、あのアメリカ人なんか感じの良さそうな、うん、ちょパリピっぽい、そうね、ヒョウみたいな人が、ね、いろんな日本を、うん、楽しんでる様子、うん、もうね、旅行みたいな、ね、そうパンデミックも終わってどんどん入って今、うん、ね、すごい外人さん増えましたもんね。確かに確かに、その外人さんのやつ僕見たんですけど、うん、確かまあ浅草行ったりとかしてたよね。そうね、でゲーセン行ったり、うん、あとあれか、ペットカフェか、うん、なんか猫カフェ、みたいな、なんかハリネズミみたいな可愛かったりしてた中で、うん、パチンコそんな長くなかったけどね。そうですね、動画、うん、あれどこのパチンコ屋さんやろう、ね、なんかトータルの中では2分ぐらいだったんですけど、そう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 、アズールレーン打って1万発とか出ててね、儲かってなんか何百ドルになってみたいな、もう換金してましたよ、ね、ただアメリカ人の人にとってね、今円安ですから大して儲かった感ないと思うんですけど、あ、まあでも打ってるうちにわー盛り上がったみたいな、日本のまあ街中で入れる気軽なカジノみたいな感覚で、確かにやられたんだと思いますけど、うん、これだから、うん、ちゃっちゃって多分動画の中でやってなかったんですけど、うん、あ、やってたっけ、その一万円札とか出してたっけ、出してた、換金のシステムとか換金所行ってたっけ、うん、ちゃんと言ってると思う。そこまで含めてちゃんと世界にね、うんうん、発信していただけたらなって思うんですよ、うんうん、これはね、日本の国内では実はギャンブルとは認められてはいませんって言ってあ、そうね、っていうところまでよく理由分かってね、だから本当は景品はいろいろある、タバコとかジュースとかお菓子とかビールとかいろいろあって、うんうん、まあ、ちょっと高めの商品もあったりする中に、うん、特殊な景品、はいはい、金が埋まってる特殊な景品があって、うんうん、それを持ってうろうろしてたら、うん、たまたま買い取ってくれるところがあったんですっていうで、これが日本なんですみたいな感じのことまで、そうするとすごい理解が深まると思うんですよね。確かに、ね、確かに、そこなんですよ、パチンコパチスロを持ってる。だから、うん、違うんですよ、外国の人来るじゃないですか、うん、これからもね来るケース多いと思うんですけど、うん、これ変えてどうしたらええみたいなのがさ、うん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 、ちゃんと日本人の友達なり、うん、ガイドの人なり、うん、いるケースはいいですけど、うん、なんかガイドブックかなんか見て、ね、好きなアニメの方がパチンコになってるからやってみようってなって、いざ打ちました、出ました、うんうん、でなんかこのプレートみたいなに変えたはいいけど、これどうしたらいいって言った時に店員さんはどう言うんだろうっていうのもあるじゃないですか。で、マルハンさんがやってたのは、歌舞伎町店は、うん、まあ、あそこ外人さん来そうなところじゃないですか、うんうん、エクスチェンジ、両替所、あ、これはトラベラーには必須のものですから、エクスチェンジって書いてあるところがあったんで、だからうまいことできてるのかもしれない。これもらっ
ったこうどこ行けばいいのって言われたら、うん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 、外人の人だったら、うん、両替所は向こうですよ、あなるほど、ね、エクスチェンジはあっちにあるよっていう言い方はできんのかできないのかちょっとわからないんだけ ど、ね、その辺のところが結構パチンコだけにね、うんうんうん、結構この後問題になってくるかなって、うんうん、だって全部多分書いてないんですよ、うん、外人向け用の小冊子とか、うん、パンフ僕見たことありますよ、うんうん、何カ国語かで書かれてたり、うんうん、国ごとのバージョンが用意されてるやつ、うん、そこね一番最後はねふわっとした何も書いてないですよ、好きな景品に変えましょうみたいな、そこ止まりなんですよ、なるほどね、それじゃあさっていうとこじゃないですか、9割以上の人が特殊景品に変えてお金に変えて、うん、実質ギャンブルを行ってるっていうのが、うんうんうん、これパチンコですから、まあそうね、でも行政的なその立て付けというか枠組みは、うん、あくまでもギャンブルじゃなくて、うん、っていうこれがパチンコの一番面白さっていうか、うんうん、味噌みたいなとこなんで、うんうん、それまでも含めてね、うん、やってほしいっていうか、そうね、ね、本当はね動画とか作ってもいいと思うんだけど、大崎さんねずっと言ってたやるべきやっつって、作ればいいじゃないですか、うちだから英語、中国語、韓国語まではやった、うちで、はい、だからその店員さんに、だまあ普通ね、僕らが店員さんに行ったことないとこでその聞くとね、はい、聞くときって皆さんどちらの方向に出て行かれますって、それはだから親切な方じゃん、はい、さあみたいな、あそのパターンありますあるよ、お答えできかねます、それは多分所轄との指導の厳しさ緩さみたいなのがあるんだと思うんで、仕方なしにで一元さんが多いホールだと繁華街にど真ん中だったと分からん人いっぱいおるからさ、まあそこが一番落としどころや、よくお答えはできないんですけど、よくお客様出られて右の方に向かれます、これがギリだと思うんですよ多分ね、それをやっぱ外国人旅行者の方にどこまでお伝え、違う言語でね、ただ聞き方もあれなんかな、これを買い取ってくれるところって知ってますって聞いたら教えてくれるんかな、だからなんとなくだからそこが外国語マジックでこれどうしたらええのみたいな感じだったら、エクスチェンジはあそこだよみたいなことを言えば、ちょ間違えて間違った答えを言ってても本当の答えを言ってるみたいなさ、そういう落とし方、落としどころみたいなところあるのかもしれないけど、まあこの辺はね、僕らはね簡単ですよ、面白がるだけだからな、そうね、やってるやってるみたいな感じでさ、それも含めて楽しみだから、このギャンブルであってギャンブルでないようなものっていうのが僕はパチンコに感じてる最大の面白みだから、うん、なんでね、まあこれもなんか方策が確立されてくるんじゃないですか、本当に日常に外国人の人が普通に来るような状態になったら、うん、ただまあその英語圏、中国語圏、韓国語圏以外のねスペイン語、フランス語とかどうすんだ、確かにポルトガル語喋れんのかみたいになった時にそういう問題あると思うんですけど、これはもうグローバル化していく中で、またコロナ終わってね観光客の人たくさん来てもらってお金落としてもらおうっていう感じになってるんだったら、これは避けて通れない問題かなと思います。はい、一人で2つのパチンコ台を使用し男性客に切れてその場で逮捕。てーてーてーてれてーてれ、どういうことですか。いやニュースがありまして、ね、9月19日のニュースかな。はいはい、はい、あなるほど、うん、わかりました、はいはい、これはですねおそらく、うん、多分殴った方の人、うん、犯人の人の方が、うん、1人で隣り合わせの台を2台使うため、うんうんうん、1台は荷物を置いてたと、うほうほうほう、これ売ってたかどうか別が気になりますよね、掛け持ち遊戯なのかどうかは気になるところなんですけど、うんうん、ただ荷物置いてただけなのか、うんうん、それに対して多分もう満台だったんでしょうね、うんうんうん、打ちたい台がなかったのに撃ってる、隣の人に荷物置いてる、うんうん、で自動発射で掛け持ち遊戯になってたかどうかわからないですよ、競技、うんうん、そんなとこあんまないか、うんうん、だから友達の用とかを取っといたとかなんじゃないですか、 あいつ来るから隣で撃ちたいからか、まあ、理由はわからないですけど、うん、とにかくまあ荷物置いてたら、うん、こういうただ置いてるだけだったらどいてくれよ俺撃ちたいからって言ったら、その男性の客、あその撃ってた台をもう一台余計にキープしてた人が怒って、うんうん、トラブルになり、うん、殴る、うんうんうん、暴行を加えて、はいはい、殴られた方が、うん、警察を呼んだっていう話だと思います。なるほど、そういうことか、掛け持ち遊戯ではないですよね多分ね、多分だとしたらまあこれはまあしょうがない話ですよ、うんうんうん、掛け持ち遊戯はまあね、昔はね普通だったじゃないですか、ほうほう、
僕その時代さすがに知らない。マジで錦糸町のパチンコ屋あたりとかひどかったでな。ほんと？アースつないでもう一人がアレジンとかエキサイト3台ぐらい持って真ん中でその時代は知らない。なんなら反対側のコースに座って椅子ひっくり返してダーンって座ってこの3台のピューピュー言うの待ってるみたいな、金足しに行くみたいなこととか結構あったんですけど、うんうん、それって別にね、うん、本当はダメなことですよ、うんうん、でもお店は結構黙認してたっていうのも実情としてあって、うんうん、なんでかっていうと倍金使ってくれるからです、うん、あそうか1人で来てんのに、うん、3人来店に匹敵するぐらいの、まあ、そうかそうかそのお金の確かに、ね、あれをしてくれるんで、うんうんうん、なんか黙認してたところは結構あったんですけど、うんうんまあ、これはちょっと違いますもんね。そうですね、完全に場所取りをしてて、まあ、文句言われたからカットになって怒っちゃったっていう、はいはいはい、怒っちゃったってことじゃあ言って言って切れたんやな。そうなん、まあ、怒りやすい人だったんですね、うんうんうん、何の代やったんやろねいつもさ、だから分かる、実情が景色が浮かばないんですよ。カラクリサーカスを打っていたところとかあれば、おう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 、ああなるほど、まあ、これスロットかパチンコも分からんもんね。まあそうね、パチンコ店でしか書いてないんで、うんうんうん、確かにスロットの人気台か、うん、もしくは抑えてあった台がスロット台で、うん、ちょっと天井間近にええ感じに育ってた台かも分からへん、うんうん、分からへんもんその辺は。ちなみにこういうそのやられちゃった立場の人の立場だと思って、うん、ちゃんと言う人、ヤングさん、例えば打ちたかったとして、これ場所取りしないでよって言って、あのああだから普通にプライベートで何ぞ打とうと思ってる時に、ああどいてようはないですよめんどくせえもん、だってどんな人か分からへんし、そうだよね、うん、どの人でもや、それが、うん、これおばあちゃんがやってても、ね、おばあちゃんこれどういってこれいいのみたいな、うんうん、いやよく空き台になってる、見た目空き台、うん、上皿の玉もない、うん、ただジュースがポンって置いてある、あるそれを持ち上げて、うん、入ってかなみたいな、うんうん、入ってたらまあおるかってなるけど、うんうん、カラカラってなった時にはあれこれもおらんっていう可能性も出てくる、うん、でどっちかというとおらん可能性の方が高いんです。そうだ、ね、キープ空き缶をただ1個だけ置いてキープって、うん、ケースは珍しいから、うん、で隣の人に、うん、これやめていかれましたみたいな聞いて座ることはある。もしくはだから収録とかなんかがあって絶対この台打たなきゃいけないみたいな理由があるときは言ってやったりすることもあるけど、一人で何気にファーって国際センター行ってさ、な打ちたい台が満台だったとして、なんか1台だけボンって荷物置いてあっても何も言わないですよ別に違う台探します。諦める諦めろ、なるほどね、面倒くさいもんなんかあったらさ、ね、って、うん、感じですよ。確かに、ね、だからね、ほんとまあ気をつけなきゃいけないですよね、うん、だからね、やっぱこういうお互いの気遣いじゃないですか、うんうんうん、ボリューム問題にしてもそうだし、まあ、今はなくなったかもしれないけどタバコの煙問題もそうですよ、うん、全然吸ってもないのにリーチにこうやって見入っててさ、バーって、うんうんうん、この高さでふわーって風吹いて、お前吸ってもないのに副流煙直撃しとるやないかって、俺タバコ吸うのに文句言ったこととかも、まあ、過去にはあったりもするから、うん、そういうのはね、やっぱパチンコは自分と台と対峙して1対1でやるもんですけど、周りにはあの他人がいっぱいいるんでね、迷惑かからないように気遣いしながら遊戯することはこれも本当大事ですから、なるほど、皆さん気をつけましょう。そしてね、もう一個あるんですよ、はい、あ、そのね、掛け持ち遊戯問題で言うと、はい、この間ね、あのチャンネルにコメントがありまして、ヤングさんが天竜セブンを打って大当たりを消化して次セットまでは別に相手も平気だから、はいはいはい、1500取って3000発の2回目の時はちょっとインターバルというか、まあ確変中ってことでね、そう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 、うん、離席して、うん、あの日なんとかワングランプリの撮影炎上版やってたじゃないですか、はいはいはい、で、うん、1時間おきのみんなへのインタビューを取りに行ってる時に、うん、本業やな、そっちがな、本業の方に行った時に、うん、大は、うん、天竜はキープ、うんうん、ヤングさんは離れ、休憩札入れたはずですよ、はい、入れてます入れてます、うん、で離れました、うん、大崎さんのところで隣に座ったんですって、でその椅子にね、空いてたからよ、でなんかおどうなん今とかっていろいろやってる中で、もちろんもちろん他の台に座るっていう行為はもうこれは掛け持ち遊戯ですと、あそんなコメントあったの、ありました、これ初めこれあん掛け持ち遊戯してんだよみたいな感じで来たから、何のことかさっぱり分かんなかったです、真面目に何の話ですかって言ったら、そしたらなんか、いや離席して大崎さんの隣座ってましたよねみたいな、あれは掛け持ち遊戯ですみたいな、ライターならいいんですかみたいな、うちのマイホだったら空いてる台に隣に座ってうちもしないで座ってるだけでもできんですみたいな、
まあ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 すごく言えるやつじゃない。すごく強い言葉で。あのじゃあちょっと説明しましょう。はい、あの、うん、まあ座ったんでしょう。うんうん、座ったんですよ、うん。多分大崎さんが打ってる台の隣に、うん、あ2時間経過しましたけど、うん、どうすかみたいなことを聞くのに、ね、目線を合わせたいから、うん、立ってやると、うん、絵的にちょっとおかしなことになって、うん、引く絵になっちゃうと、うん、広い絵になっちゃうから、うんうん、もちろんもちろん。なるべく顔を寄りたいじゃん。タイトにするには目線を合わせることが大事で、はい、必然一発も打ってないですけど隣には座りましたよ、はいはいはい。おそらく時間にして1分か2分ぐらいのことだとは思うんですけど、確かに確かに掛け持ちなんですってあれ。いやでもさ、じゃあさ、うん、いや厳密なことを言いますよ。じゃあ休憩しようと思って札を入れる、これはその天理打ってる時のケースじゃないですか。入った、ちょっと休憩しよう、プライベートで打ってるんですよ例えば。で休憩してちょっと併設の食堂、ね、グランドシップやったらあそこの横の食堂行こうかなって思った時にちょうど知り合いが打ってて、ええ感じやったから、おお、じゃあ隣ちょっと空いてる、おお、どうっつって、これ俺これこんな感じでさ、こっちどうなんみたいなことを普通に聞いたりするのも、うん、ですなるほどですね。わかりました。なので今後はまあ別の、まあ他の収録もでもですよ、まあ大崎さんが打ってる、長谷川さんが打ってる隣よく座ったりしてね、まああるじゃないですか。あれもやっぱ掛け持ち遊戯になるらしいので、ちょっとそこはちょっと気をつけていかないと。あれ座るからダメなんですかね。例えば隣に手つけてるのはいいのかな、わかんない。空いてる台に手をこうやってつけてる、そうやって細かく細かくこうやって決めていくとなあ、いやそれ大事ですよ。じゃあ掛け持ちの定義とはみたいな、いやそうなのあるじゃん。じゃあ決めましょうってなって、今どこが決めるか知らないけど、まあ普通はそうやってこう慣習でこう成り立っていくものじゃん。みんながそうしてるから大体こんな感じみたいな、あるじゃん。でそれをじゃあもう境界線がはっきりせんから決めようって、全部いろんなことでやっていくじゃん。ギスギスするだけなんですよ本当に。めちゃくちゃギスギス。今世の中がそうなってんじゃん、違法か違法じゃないかだけでさ、良かれと思った善意の行為でも違法行為はまあ山ほどあるわけじゃないですか。そこに大岡裁きはね、なんかもう採用しづらいね時代になってるじゃないですか。だからなんか謝っといた方がいいの、謝った方がいいんじゃないかな。すごく怒ってましたよ、なんか。すいません、私パチンコライターをやっておりますヒロシヤングと申します。私、先日の YouTube と、スカパーの番組の撮影において一部若干の、掛け持ち遊戯があったことをここに真摯にお詫びさせていただきたいと思います。今後は、このようなことがないように、スタッフともども気を引き締めて、掛け持ち遊戯などないように努めていきたいと思うので、うん、何卒ご容赦ください、うん、今回は本当にすいませんでした、うん、これでの、はい、いいと思います。大変ですよね掛け持ち遊戯、はい、まさか俺このニュースでそんなんばっこられて一挙にへこみました、まあ、急にへこみました、ね。ね、というようなことでこんなどんよりした気持ちで終わるとは思いもよりませんでしたが、今日のメインの問題は、はい、お前やな藤昌司さん、はい、なちょっと盛りが過ぎやしませんかっていう話になってますよ。そうね、結局のところ台が人気出るか出ないかはその台の実力ですから、ね、実力で勝負していきましょう、はい、ね、リング面白いそうです、うん、僕も打ってみたいと思います、はい、ということで今回はこの辺でお別れでございます。ご視聴本当にありがとうございました。この後俳優業に行ってまいります。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。